ニューストピックスです金沢市は観光公式サイトで金沢21世紀美術館や東茶屋街大見町市場など合わせて12箇所の混雑度を予測し地図上に表示する金沢観光快適度マップの公開を始めました今回はこの話題について政治部の佐々木記者に聞きます佐々木さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします 観光・快適度を一覧で表示する地図、いったいどういったものなんでしょうか、はい、スマートフォンの位置情報による人流データを解析し天候ごとに混雑具合を5段階で示す仕組みになります。はい、対象となる地域・施設は金沢21世紀美術館、東茶屋街、大道町市場、兼六園、金沢駅、和江町茶屋街、西茶屋街、 長町、大野、金岩、宇多山、岩区の十二箇所となります。なるほど。市内の主要な観光地を網羅しているということですね。はい。ええー、約百日先までの午前六時から午後十一時の一時間ごとに、晴れ、雨、大雨、雪の場合の混雑具合をそれぞれ調べることができます。市内外の観光客が混雑する時間や場所を上手に避けながら。 計画的に金沢を回れるよう市が作成しましたそうなんですね 混雑している時間帯が事前に把握できれば計画的に旅行プランが立てられて、うん、確かに快適に観光がででできそうです、ね、そううすすねね2018年1月からの人流データをもとに3日前までの数値を反映させて算出するので新型コロナウイルスの感染状況によって人手が変化する中でも最新の情報が提供できるということです。なるほどそれもありがたいことですよね、うん そうですね。今後、市と市観光協会のホームページで公開され旅行者や市民の満足度向上につなげるということです。金沢市観光政策課の担当者はマップを利用して食事の時間をずらすなどして効率よく観光を楽しんでほしいと話していました。なるほど。 最近はマスクの着用も個人の判断となりましてより外出しやすい環境ができてきていますからこの地図を活用して金沢の観光を満喫してもらいたいし私たち地元の人もこう、うん、お出かかけすすするのにはいいいもしれないででねねそうですね観光客にアンケートを取りますとリピートするかしないかはすごく混雑していたとか並んでいたとかそういうことだそうですのでこれはきっと役に立つんじゃないかなと思います。うん 今回は政治部の佐々木記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。